Gym Master Hunters.遠い遠い昔、この地がまだ人のものであった頃、鬼と呼ばれる異形の怪物が現れ、人々はなすすべなく、そこに一人の戦士が現れていった。私は遠い彼方から、鬼、あなたたちが望むなら私は必要なすべてを教えよう。だから私と一緒に戦って、戦士の呼びかけに応え、多くの勇者たちが立ち上がった。人々は彼らをこう呼んだ。金眼四つ目の守り人、もののふと。それから千年、人の世は再び暗闇の中に沈もうとしていた。今からその物語を語ろう。おい、消えてねえだろうな。邪魔するぞ。無事みてえだな。よく眠れたか？早速だが、今日から働いてもらう。お前の体を考えると、あまり悠長にしてられん。まずは里の正式なもののふになれ。呪いを解くには人と交わってこの世界との結びつきを持つことが必要だ。
私は鬼の手で後から合流する。後から合流？まあ見ていろ。ああそれと時継ぐに里を案内してもらえ。これから物の符になるんだ。使う施設ぐらい知っておけ。特に御霊の扱い方は念入りに聞いておけ。記憶がない以上一からやり直しだ。じゃあしっかりな。相変わらずの俺様野郎だな。まそういうわけだ。里の探検と行こうぜ。あなた様は？よ、クオン。ちょいと新入りを紹介してんだが。存じ上げております、時継様。本日はどのようなご用件でしょうか？話が早くて助かるぜ。こいつ。御霊でございますか。なるほど。私は御霊の巫女。戦学の身ですが、知っていることをお話ししましょう。よろしいですか？御霊は物の符の力の根源。その魂を鬼より取り戻し力となすのが古くからの物の符の習う。あなたの体にも力強き御霊が宿っております。それがどなたの御霊かお分かりですか？私が代わって感じ取りましょう。あなたが宿しているのは源義経。平安時代を生きた若き英雄ですね。おや、別の御霊の存在も感じます。あなたは複数の御霊を宿すのですね。なぜあなたにそのような素質があるのか。その素質を帰化とし様々な御霊を集めると良いでしょう。まずは御霊を装着してはいかがでしょう。九郎方眼義経、いざ参る。御霊は戦いの積むべき。ちなみに早く御霊を成長させたいときはまた御霊は。それでは いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。ありがとうございました。まほろばとは住みよい場所の意味らしいな。ふさわしい名だと思わないか？お疲れ様です。出発。あなたは。また会いましたね、時継ぐも。私に何かご用ですか？ああ、実はな。そうですか。ちょいと事情があってな。
こいつは里の物の譜になる必要がある。わかりました。僭越ですが。なん、面白そうなやつじゃねえか。ちょっと俺と遊んでけよ。オムラ、少しおとなしくして。ああ、つまんねえな。こちらはホムラ、あなたの同僚になります。少しバカですが、根は善人です。いや、誰がバカだ。面覚えとくぜ、シン。こいつらはこの絵でも侍でもねえ。俺たちの協力者でな。博士には第四がありますから。それはさておき、昨日襲撃があったばかりですから。よければ二人。いいのか、こいつは。構いません。それにこの。なるほどな、そういうことか。あなたが里の者の譜に、まほろばの里の伝統で簡単な任務を与え、ヤクマが私に任せると言ったのであれば、任務にはそれを全て達成した上で、無論あなた一人の力で。迷いのない。何かあったら迷わず里に戻れ。勝手にくたばんじゃねえぞ。大丈夫です。では監視小屋で会いましょう。聞こえるか。お、つながったか。よしよし、やっと動いたな。ふん、驚いてるな。鬼の手につけておいた通信機能を使っている。これまで巫女に頼るしかなかった念を万人に開く天才的発明だ。だから言っただろ、後で合流するか。確か証の儀の最中だったな。ガキの討伐に素材の採取、簡単な任務だ。さっさと片付けてしまえ。終点の監視小屋は西の端にあるはずだ。地図を見て確認するんだな。
心を込めて打ち果たす。したな。あとは西にある監視小屋に行くだけだ。気をつけていくんだな。魂を込めて。以上、通信を終わる。守備はどうですか？確かに目標を達成していますね。お見事です。あなたには簡単すぎたようですね。よし、これでお前も晴れてモノノフだな。ちょいと気が早いぜ、小せえの。誰が小せえのだ、ひよっこ。気づいてんだろ、囲まれてるぜ。ふん、わかってるよ。最後の試合です。私と共に目の前の全ての鬼を撃ってください。勇者の力を見せてやる。
ってくれました。希望に向かい歩みましょう。みんな、怪我はありませんか？この程度であるわけねえだろう。ケツに噛みつかれそうになってたくせに、よく言うぜ。母ちゃんいいだろうが、母ちゃん。オムラもまだまだですね。あなたは大丈夫ですか？ならよく、あなたは見事に任務を果たしました。この結果を報告すれば里の者の譜になるのに、誰もいいなとは言わないでしょう。私が試験官として認めます。あなたは証の儀に合格しました。ただいまをもってあなたを里の正式な者の譜として迎えます。ようこそ、まほろばの里に。よし、やったな。はじめの一歩ってやつだ。これからよろしく頼むぜ。いちいちまどろっこしいんだよ。万人を納得させる。本部には私から報告しておきます。務めは果たしました。さあ、帰りましょう。どういうことですか？希望に向かい。九郎砲丸よ。これでいいだろ。お疲れさん。頑張ってください。いらっしゃい。
いらっしゃい。これからも腕を磨いていきます。いらっしゃい。今日いらっしゃいませ。あなた様の御霊、いらっしゃい。これからも。魂を込めて打ち果たす。
果たしました。さあ、帰りましょう。モノノフの使命を果たします。行きましょう。マホロバとは住みよい場所。ご活躍と。頑張ってください。身は惜しみません。魂を込めて務めは果たしました。さあ帰りましょう。いらっしゃい。これからもいらっしゃい。これ。ご活躍と。頑張ってください。
退治の始まりってな。いらっしゃい。これからも腕を磨いて。お待ちしてます。どうか無事の。鬼を撃つ、それがモノノフの使命だ。100年も早いんだよ。身は惜しみません。お疲れ。頑張ってください。それがモノノフの使命だ。屈指の無理は。
強くなれるだろうか。お疲れさ。頑張ってください。鬼退治の始まりってな。喧嘩をなんざ100万年早いんだよ。魂を込めて。ご活躍と。どうか無事に。目
強くなれるだろうか。ご活躍とお聞きし、頑張っ。いらっしゃい。これからも腕を磨いていきます。ぼちぼち行くか。調子だぜ。ざっとこんなもんだな。腹減ったぜ。さっさと帰ろうぜ。私が相手です。目を引け。
や。が。
強くあらねば。